はい、諸君、おはようさんでございます。リプトンプラスデルタです。スナイパーエリート V2 実況プレイ続きの方法やっていきます。はい、皆様ここどこかお分かりでしょうか。私実は、動画を2回連続でちょっと録画の方失敗しましてちょっと進めた前やったパートの最後のあたりのところからちょっと進めて、あっってなって音取ってないってことに気づいたんだけど、そこで一旦やめてまたやったんですね。また録画をし忘れました。本当に申し訳ございません。なのでちょっと前から武器を取るところからね始めたいと思います。すいませんでした。 They left me a Gewehr 43 ZF4 telescopic sight 4 times magnification. Nice. No time for a test drive though. Fritz had spotted meAs I'd known they would. さて、行きますか。弾いただいて。まずは周辺の敵の排除。スナイパーがいるね。どうだ？スコープが光ってるはずだけど、そっちか。そこ外した。ああ、スナイパーダウン。痛い。死ぬ。トリップマインも一応ですね、この撮影前にトリップマインを下の方にいくつか仕掛けてきました。そんなことが許されるのかってどこだ、あれ、ちょっと先、ああ影は見えるな。いや、これ手榴弾投げた方が早いんじゃねえかな。これぐらいかな。いけ。あれ？爆発しないだと？まずは一人。機銃は排除。いや、させないよ。くっ、当たるには当たるけど急所には入らないな。いけ。ふわー、バイタルヒット。いてんだよさ。めちゃくちゃに。まだいる？嘘。どこだ？ここ。取った。さよなら。まだ。で、下の土のうに機銃。動いてる目標だったら当たる。あれ？おい、お前さっき倒したよね。よし、クリア。次、下降りて、多分入ってきてるんだよね。 OK。 入った。お休みだ。近くにもう一人いる。その急なしゃがみ本当に苦手だから俺。いいかな。入った。
行け。よし、今日はついてる。死ぬ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 。よし、やっちゃうぞ。あれ、いたね、痛い。ふん、バイタリット。よし、なんで君らそんな本当にさ、銃の命中精度、今俺の使ってる銃とちげえから。それイエス、銃を貫通した。外した。奥に一人、あと一発外した。リロードして、ライフルの弾ならね、まだまだあるからね。よし、さよなら。次、あ、もらっていいかな。いただきます。スポットしていくか。疲れたね、一人ね。ちょっと待って、あいつ本当おかしいから。それちょっと待つよ。こん中に打ち込んだりしてさ、壊せねえもんかな。ダメか、ゴルゴはこれでね、戦車を破壊してるけど。ゴルゴ13みんな知ってるかな。ここでまとめちまおう。そこか。もうちょいした。落ち着いて。ほっ、ダメ、うっす。もうちょい上。うん、ここ。よし、いけー。あれ、出したよね。歩兵もダウンか。歩兵もダウン。近くに敵歩兵、はい、完了。入ったね、よし。ちょっと待って、近くに、あっ、意外ともっと近くに。こっから俺、地雷仕掛けたと思うんだけど。うん、地雷仕掛けたぞ、俺そこに2つぐらい。1、2、はい、3。決めたかったな。よいしょ。どこだ、まだいる。下か。ほっ、オッケー。あ、まだいるな。仕掛けてあるよな。ん？で、当たらん。あと一人。
右から聞こえたな。どこだ。まあいいか、今突破する。オッケー。まあね、ここでまあ録画の失敗に気づいたわけですよ。本当にステージ終わる間際で良かったなって思います。よし、じゃあ続けていきます。続行。 Now I knew how to get Muller. One true shot from the flak tower to his command tower. But the Russians had closed in, cutting me off. ミラを片付けるには高射砲塔から奴のいる司令塔を狙撃する必要があった。狙撃して逃げ軍はソ連軍の攻撃をかいくぐり、ベルリンで最も警備が厳重な要塞に潜入しなければならなかったが、私はこうした状況に対応するための訓練を受けていた。さてじゃあどんな感じ。高射砲塔に侵入しろ。高射砲、対空砲か。装備。ゲーム中で最高の連射速度を誇るドイツ製ライフル、セミオートマチックアクションで、ズーム倍率も最高レベル。ただし銃口速度が遅いため、風と重量の影響を大きく受ける。ドイツ製の銃は好きなんだけどね。まあ、もうシンナガンが安定してる気がするんだよね。スプリングフィールド、うん、 M1903 で行こうか。ただ倍率が低いからな。トンプソン PPSH、たまにはトンプソン持っていこう。ウェルド、ルガー。ただね、サイレンサーがないとなかなかね、見つからないように目標を仕留める際に非常に有効。たまには持ってってみる ?M1911 とか持ってってみるか。ライト、リップマイン、ダイナマイト、リップマインが2つ欲しい。行こう。放射砲塔に潜入しろ。さあ、ここから私は何も知らない。なんでこんなところから始まる。俺たちも負け分あるのかな。こちら任そうとしてるね。負け分。これ選択を間違えたか。本当に一瞬でこっち向き合ったやつ。隠すなら今のうちか。熱っ、熱い。あれ、あんな火でお前。所持品あさって、石ころ。ここら辺かな。はい。シュチケホー、ロシア語。さあ来い。さよならだ。オッケー、決まったね。珍しく。あ、PPSH 取っちゃった。トムさんどこ行った？あった。拾って。違う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 。弾くれ弾。あさったっけ、こいつから。
腐ったかな。いっか。大丈夫かなこれ。コーナークリア。ゴー。やべ、緊張するな。なんもないかな。ないね。あ、もうこれ降車砲塔？もう狙撃始まっちゃう感じ？目的を降車砲塔に潜入しろ。こういう時ロシア語読めたら楽しいんだろうね。もう一回これ、あれ？これドイツじゃね？ドイツだね、これね。皆殺しだ。殺してやる。あ、戦ってんのかな。なんだ。ドイツとロシアが戦ってる感じ。奥に一人いたね。もしくは捕虜の殺害だね。あれは？昔はね、それ捕虜とかは殺害しちゃってもいいような風潮だったからね。何これ、スプリングフィールドの弾かい。いや、まあ弾はあっても困らないんだけど。今はね、なんか条約が決まってて殺しちゃダメですよっていうのがあるんだけど、下にも戦ってるね。しかも俺も狙われてない。なんか、うん、俺も狙われてるな。いった、いった。あ、もうバレてるねこれね。やるか。じゃあそれ貫通するようなもんだけどね。させねえよ。世界記録。はお、あがっ、やっぱ連射速度が速い分飛んでくる弾の量が多い。死亡してしまった。チェックポイントから再開。死んだ。はい、割ともうバカバカ言っていいがん。ん？ん？なんか見つかってるもん俺。なんで？助けなんか来やしねえさ。動かしました。いたね。よし。下に一人。外した？嘘。その微妙な位置に隠れるのやめろ。リロード。潜入ってなんだっけ。その動き。よし、
違うんだな。違うんだ。まあ PPSH もいいけど、今は違う。違う。違う。トンプソン返してくれ。何してたんだ。ああ、ドイツの捕虜か、やっぱり。うん、いただけんな。まあ、バカバカ、俺もやっちゃってるけどね。敵さんのこと。投降した兵士はね、できることなら撃ちたくないんだけどね。諸行次第だよね。そいつがすごい悪いことしてたらもう全然俺はやっちゃうけど、知らんっつって。お前はそうやって命乞いをした人間を何人殺してきた。どっから降りるんだ。ここか。索敵やめ。いったいったはぁ、あ、お前何考えてんだマジで。信じらんねえ。ん？これはポーランド側のガスマスクじゃない？後ろ？いや、近くにいるんだよな。登れない。どこですか。いた。ああ、45号機を食らえな。しゃあ、いいコンボだったね。うう、所持品を漁る。コルト4発いただき。よこしな。いいね。もう一個下か。いいかな。OK。いい、なさそう。弾ゲットして。ここもあらかた倒したからね。もらって弾振る。ああなんてこった。こうやって見るとドイツ兵も哀れだな。なんだ、引っかかって動けねはい。皆殺しだ。どういう状況これ君たち。はっ、移動中盤いたらヒット。ちょっと待って、こいつの主張が激しい。行け。よし、外したか。難しいな、移動中が。急に止まるからな。お、これほっといてもいいんじゃないかなって思うけどね。う、見つかった。ドイツ製か。よし、入った。ふう、さよなら。
正面機銃。勝った。違う、煽ってるみたいじゃないか、それじゃあ。ふう、何、戦闘中なの今ここ、巡ってどういう状況、状況が全然わからない。多分ポスター的にはあれなんだろうね、ドイツ側の拠点だったけど、ロシアが攻めてきたっていう感じなのかな。でドイツが今ちょっと押され気味っていう感じだよね。だって捕虜がいたぐらいだから、異常なし。そんなことないんだな、俺がいるんだぜこれ。おっと、車両か、攻撃が始まったね。爆発物がある。ドイツ製搭乗車0名、距離130、もう一人いる。違う、どっからか狙撃できる場所があればいいんだけど、ちょっとね、見る場所が多い。なんだ、チン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 、誰か死んだ、なんか勝手に。うん、いるね。あ、金塊だ、いただきます。見つかった？嘘。もう地雷1個あったよね。あ、死ぬ。おわ、仕掛けた地雷が爆発した。一つ学んだね、敵に攻撃を受けてる時に爆発物は仕掛けちゃダメと。はい、すいませんでした。いきます。まあまあまあ、そういう時もあるぞ。トラックを爆破できそうなんだよね。1、のんきにタバコなんか吸っちゃってよ。3、まずやるのはなんかもっと登れる場所ねえの。登れる場所ない。まだいるか、できることなら同時に仕留めたい。一人離れる、どんどん離れる。これ今じゃね、あ、今じゃない、いけません。あいつなんだよな、あいつが見てんだよな、しっかり。あれだね、おうおうおう、攻撃されてるんだ今。すげえ要塞だな、見てあれ、塔の上に砲台ついてるよ、戦艦とかに乗ってるような。やば、超かっこいい、俺そういうの大好き。いますよ、一人来るね。これやり時じゃない、これ来た。
オッケー。いただき。さあ顔を出してごらん。もらった。帽子が見えてるぜ。もう一人よく似たよね。賢いな、隠れてるな。撃たれてる方向分かってる NPC がすごい。取った。外した。もういいタイミングですげえ移動する彼ら。銃で撃たれるとなんか最低でも1分以内で死ぬっていう話を聞いたけど、とんでもないよね。そう考えると銃ってどうする。乗り込むかこれ。グレネード1個もらった。取った。よし、バイバイ。移動していたね。角材の裏好きだな。あと一人なんだよね。捕らえた。もうちょい、もうちょい。だか。移動しよう。もたもたしてても仕方ねえ。決めるぜ。あ、逃げろ。見つかった。ああ。この野郎。次。ふう。よし。全然隠れてねえんだよな、これ。なんかないか。あ、なんもない。あ、スモークグレネードとかあればいいのにな。外した。ああ、ぶねえ。
その統治家は、あ、もうすごい、そういうことか、もう真っ只中がこりゃ。いっぱい来てるもんね。そう、昔は対空砲といったら機関銃か、それこそなんだろう、こう大きい大砲、地面から空に向かって撃てるような大きい大砲があるんですけど、そういうのを使って上の爆撃機とかそういうのを落としてたんですね。こういうのの中に手榴弾ポイってやると、あ、あるじゃん。ごちそうさまです。いい敵戦滅した感じかな。いや、まだ一人いたと思うけどな。とりあえず隅々調べて、ストリングフィールドの弾、これサーチライトどこだ、どう動いてる？いい音するね。あ、そのさ、硬すぎ。ライフルじゃねえと壊れねえって。確かこれが爆発物だったよね。ダメだ、嘘でしょ。うう、キルに含まれるんかい。入ります。お待たせしました、俺です。屋上に向かえ。はい、いつどんな世界でも上は無能なんだよ。知らん。さよなら言った、俺もさよなら。はい、というわけで今回は一旦ここで区切ります。諸君、また会おう。